建設中の札幌三井 JP ビルディングと日本生命札幌ビル。札幌三井 JP ビルディングは札幌市中央区北二条西四丁目にある超高層ビル。敷地面積約5510平方メートルの当地に三井不動産と日本郵便の共同で建設された超高層ビル。計画名は北二条西四丁目計画という故障がある。 2006年の当初の計画時点では、地下4階、地上36階で延べ床面積約9万9000平方メートルというもので、上層階にホテルを誘致し、旧ビル解体後の2008年春に着工、2012年春に竣工。高さは185メートルで、道内一のビルとなる予定であった。 しかし旧ビルの解体作業は終わったものの、オフィス需要減少などの影響を受け春工は、予定より1年以上遅れると報じられた。当初上層階に誘致するホテルには、外資系高級ホテルのウェスティンやマリオットなどが名を連ねたが、金融危機の影響で白紙撤回されている。そのごたの外資系を含むホテルと交渉を重ねた結果、2010年には、 帝国ホテルの寝室で調整に入った。しかし、観光需要が低迷し、ホテル誘致には、時間がかかると判断したため断念した。断念に至るまで、当初の着工予定だった2008年以来4年もの、間中心部の一等地が、空き地のまま放置されてきたため、都心町づくりを進める上でこれ以上の計画遅延は、好ましくないという主側の意向もある。 なお2010年代は札幌都心部のビルが一斉に建て替え時期を迎え、それに合わせて2012年1月には札幌駅、大通駅周辺地域が都市再生特別措置法に基づく特定都市、再生緊急整備地域に指定されている。規模は地上20階、地下3階で延べ床面積は約6万8千平方メートルまで縮小され、低層階が 商業施設、中高層階がオフィスビルとなり、2012年4月23日に着工。高さは環境汗す逃れのため99.95メートルに変更された。構造は S 作りで地下1階から地上4階までが商業施設、地上6から19階がオフィスビルとなる。延べ床面積のうち、 テナント商業施設面積が8495.65平方メートル。テナントオフィス面積が25423.60平方メートルである。オフィスは基準外床面積約560坪、天井高2、8メートルの部柱空間。地下2階には約250台収容可能な駐車場がオフィスと商業施設の間に挟まれた。 地上5階には、同調赤レンガを眺める展望テラスが設けられている。地上1から4階には、上緑の高木を植えたアトリウム空間、地上1階屋外には同調向きに、辻広場を設け、それぞれ憩いの空間とする。また低層部の屋上は、緑化が計画されている。2014年8月1日の竣工と同時に、オフィス部分が公開され、テナントが順次入居。 商業施設の赤レンガテラスは、開業時点では飲食店を中心に27店舗が出店して、2014年8月28日に開業した。このビルの竣工に伴い、ビルに面する北三条通りを廃止して、北三条広場という歩行者専用空間へ変更し、2014年7月19日に共用開始された。オープンカフェなどを設け、 多目的に利用されている。また、このビルに先行して開設された、札幌駅前通り地下歩行空間には、地下1階で接続している。2016年には、札幌三井 JP ビルディングと札幌市北三条広場が、第57回 BCS 賞を受賞した。赤レンガテラス赤レンガテラスは、新しい感性と出会う。 札幌の中庭をコンセプトとしており、飲食20店舗、物販4店舗、サービス3店舗が出店している。周辺施設と一体となった賑わい空間を創出するために、地上5階の展望テラスを含む5つのテラスが設けられているのが特徴である。札幌駅前通り地下歩行空間との接続部である、地下1階には地下テラスを整備し、 高天井やデジタルサイネージを活用して地上との回遊性向上を目指している。そして地上では札幌市北三条広場との一体性を重視し、地上1階にはオープンテラス、地上2階には憩いの広場空間としてアトリウムテラスをそれぞれ整備し、吹き抜けとしている。3階にはフードコート、バルテラスを整備し、そこに 地場の飲食店6店舗を集めることによって、北海道、札幌の食文化発信地の役割を持たせている。内装は、レンガや木材を多用し、札幌式田三条広場とともに赤レンガのイメージを持たせている。札幌三井ビルディング解体工事かつて当地に存在したビルである。ありがとうございます。